はい、それでは残りの日曜日開催ですね。阪神大賞典スプリングカップ、あ、ごめんなさい、スプリングステークスいきましょう。阪神大賞典か。はい。ボルドグーシュですよね、川田さん。ディープウンドか、和田龍さん。58キロで揃いますね、重いな。ジャスティン・プレザー57キロですって。はい。まあ、ボルドグーシュが多分ね、重傷勝ってないんで、その分でハンデ軽さだと思ってます。56キロですって。ジャスティン・パレス、メタ乗り換わりか。はい、菊花賞3着。まあ、有馬記念は度外視でいいと思ってます。悪い運び、で悪くない運びやったんですけどね。距離長い方がいいもんな。そうか、ジャスティン・パレス、メタ。ノーザハン。本気か。ディープ・ボンタ。はい、連覇達成した去年ですね。まあ、去年でもね、有馬記念2着とか、フォア賞1着とか、全盛期みたいな感じだったんですけど、まあ、去年の春まで2着。まあ、だからとかも4着頑張ったからな。あの凱旋も負けて、有馬記念8着の後ですね。まあ、ちょっと前走ね、乗り換わりもあって、外枠やったしね。うん、うん。まあ、この距離やったら走れる馬限られてるんで、もう一発あるかなと思ってます。はい。あともう一頭これね。さあ。川田さんに乗り換えらしいです。ボルドグーシュ。まあ、ここまでがね、ちょっと屋根で言うと、もう一枚足りんかなっていう。ごめんなさい。福永さんも含めてごめんなさい。悪いこと言ってるけども、これを川田さん乗せたらどうなるんやろうっていうちょっと期待はあります。どうでしょうね。1.6 倍で買う価値あるかっていうと、なんかもう一回ディープウォンド買ってても、まあ無理かな。衰えてるかな。ジャスティンも可能性なきにしもあらずやねんけどね、ボルドゴーシュというな。展開次第ですよね。ボルドゴーシュちょっと最後後ろからまくってくるんで。はい。ただ逆に言うと、他にこれを巻き返せる馬たちがいねえなと思って。メロディーレーンとか走ってくれんかな、ここで。今村セナちゃんな、今回。ああ、そうやんな。無理か。無理か。無理か。わかりました。はい。最後は、スプリングステークスが3頭で、しかもあれやろ、セブンマジシャンがどうせ断然人気やろ、これ。1.9 か、オールパルフェ、大野さんで、あと、ベラジオオペラが、たけしさん。はい、重賞馬、デイリーサイステークス逃げて勝ちました。大野さん。はい、前走、朝日杯、6着。まあ、ちょっとね、さすがに内枠ってこともあって、マークされたのと、あとあれかな、ドルチェモアとダノンタッチダウンがちょっと強すぎたかな。はい。いや、強いね。いや、強かったな。この末さんとは強かったわ。はい。強かったもう、これはしゃあない。まあ、ここ、距離延長と中山ってところで、まあね、中山開催なんで、舞台でもっても、戦力も中山で圧勝してるんで、いいんちゃうかなと思ってますね。逃げれそうな気はするけど。うん。はい。若葉ステークスとかで持ちのセブンマジシャンですね。ほぼ6着。前走、掲載3着。もう一杯ねんけどね。なかなか勝ちきれないですね。はい。ジャスタウェイ3区ですね。難しいなぁ。なんやろなぁ。なんか噛み合えへんなぁ。え、戸崎さんやったっけ ?1 点何倍で。難しいな。巻き返すもおるかな。ベラジオオペラ。これは2連勝ですね。まあなんか、持ち時計派手じゃないだけに、怖いですね。こういうのが怖いですね。折り合いついて、ね、またスローとかで折り合って、最後、シュンって逃げ粘るみたいな。3頭だけか。グラニットとかもあるでしょ。で、何やったっけなと。なんかね、アシルトホルモンやろ。なんか重傷で、ちょっと負けちゃったままこう来てるんで、ワンチャンあるかな。上昇ハープも、ドースポワー7着、札幌記念2歳4着の後に、ヒイラギ賞自己条件買ってるんで。そういった意味ではね、重傷経験してるのはちょっとくどくどおるんで、巻き返しあるかなと思ってます。はい。ちょっとアイスグリーン気にしてないけどな。なんせ、アスナロ賞か。買ったのはここ直結しやすそうな雰囲気確かあったんで。無理かな。無理かな。森さんか。まあ、また事後調整はしましょうか。とりあえず上位3頭だけ紹介しておきます。難しいな、これ。17頭おるんか、ほんで。
はい、このまましておきましょう。ご清聴ありがとうございました。